はい、実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、バッキーオヘアですね。はい。アクションゲームですね。コナミのね。はい。こちらをまあまあやっていこうかなと思いますけども、すごい久しぶりになりますね。これね、懐かしいな。これ僕昔ね、クリアしたことあるんですよね。はい。まあね、今回クリアはちょっと目指してやる感じではないですけどね。すごいね、難しいゲームなんですよ、これね。クリアするのすごい大変だったんでね。まあね、クリアをするというよりは、ちょっとね、やってみるぐらいの感覚で今日はやりますけどね。これね、ステージ選択できるんですよね。これね、4つのね、ステージ選べるんですよ。まず最初ね。はい。まあ一番最初はグリーンプラネットですね。はい。ここから行きますね。うわ、懐かしい。すげえ久しぶり。これ結構な、あれ、隠れた名作だと思いますよ。コナミのね、アクションゲームとしてはね。なんかこの砲台みたいな敵、なんかコントラに出てきそうな敵ですよね。これこっちからこう行って1アップ取れるよね。1アップじゃないか。わあ、久しぶりやな、このゲームやんの。あ、これヒットポイントや。よし。音楽もなかなかいいんですよ、このゲームね。やばいやばい。すげえ久しぶりにやるわ。昔ね、もうね、やたらコンテンツしまくってね、クリアしたんですよ。最後の方なんかすげえ難しいですからね。これそういえば、タム打ちジャンプがあったな。タム打ちジャンプね。こうやって大ジャンプできるんですよ、タム打ちでね。おっと、危ない。まあ、このグリーンプラネットはそんなに難しくなかったと思うねんな。すげえ久しぶりやなあ。あれなんかいいアイテムやったと思うけど、これ出て取るんやったっけ。いいか、取らなくても。よし。あ、ほら、これこうやって取るんや、これ。こうやってね。1アップやね、あれ。どうやって取るんやろ。あ、このイカダから取るんか。乗って、イカダに乗って取るんやね。こうやって、で、こうやって行くわけね。まだ一度、あ、しまった。そうや、そうや、あれ死ぬんやったな。あれ、どうやって取るんやろな、あれ。取り方分かるのは取ってもしょうがないか。あれ、もうタイミングよくね、さっきのとこジャンプしないと死ぬんですよね。ここね。ここね。ジャンプ。よし、これでいいんですよね。これどうするんやったっけ。あ、そうか、こっからまた乗らないかんのか。一回降りてね。怖いな、これ。一面からして結構難しいですよね。よし、こうジャンプな。1アップある。もう無理して取らん方がいいな。
ああ、これなんかあったな。これね、食らわんようにして、こう、避けるんですよね。どこまであるんや、これ。なんか目がおかしくなりそうやぞ。お、いけた。乗ったやん。これ下降りていいんやね。あ、これなるほど、ここまでか。なるほど。開いた。くらった。あー、しまった。何で落ちてんねん。あ、こっからか。よかった。もうしょうもない死に方したな。ボンミスみたいな死に方やったな。あ、またや。ちょっと待って、同じとこで死んだんちゃうの今。これ乗れる、乗れないんやね、この戦艦みたいなやつね。いいや、もうゴリ押しで行ったらもう。そのね。あ、ジャンプできないのか。これボスやね、一面の。あ、この時だけダメージ当てられるんよね。あ、でも食らうやん、こんな。あ、絶対食らうやん、あんな。あんな絶対食らうやん。あ、倒せた。まあこれで一人仲間を助けたと。これね、助けた仲間はね、プレイヤーとして使用できますんでね。パスワードですね。はい。次はね、レッド、ブルー、イエローってありますけどね。まあ、順にね、まあね、どこ、難易度がね、レッドはすげえ難しかったイメージあるんですけどね。ブルーやるか、ブルー。あ、イエローの方が優しかったようなイメージがあるけどな。イエローにしてみよう。まあ、いきなり中ボスやん、俺。あ、違うな。中ボスじゃなかった。これで取るんじゃん。あれ、届かない。こっからか？届かんやん。まあ、すげえ SF の世界観ですよね、このゲームね。あ、そうね。あ、そっか、こっから行きゃいいのか。ヒットポイントがすげえな。あ、1アップある。あれ取らないかんな。あ、いけ、無理か。無理やな。おお、乗っていくんや、これ。なんか今アイテム取ったな、なんか。これどうすんねんや、これ。どうするんやろ。進んでいくんか、これって。あ、しまった。あ、こっからか。これどうすんのかな？どう進んでいくんやろ？あ、いいのか、こっちで。あれ？でもあれやな。あ、ここ登っていかなかんのか、ここはね。
ういうことか。これ登っていかなあかんねんな。どんどん上に。あれこれ。まあ、隕石だけはダメージ受けるんだよな。あ、しまった。これ落ちたら戻さ、下に落ちるだけで死にはしないよね。こう登っていかなあかんのが、こうね。よし、これでいいわけや。これどうすんねん。どうすんのこれ。あ、乗るんかなこれ。隕石に。あ、そういうことやな。あ。これ難しいわ。あ、しまった。危ない。上に登るやつに乗らなあかんねんね。これか。あー、取れないな。あ、どうすんのこれ。乗り移んのこれ。乗り移っていくの。あ、そうか。次々乗り移らなあかんねや。これ難しいわ。想像以上に難しい。こんな無理ちゃうの。すぐまた、あれ乗れんのか。あ、そういうことか。ここ乗れるんや。で、また次の星みたいなとこ目指すってことか。こっち。あ、そういうことか。やっとわかった、意味が。ここ乗れるんやね。しようかな。ああー、しまった。今の乗ればよかったんや。と意味が分かったわ。ようこんなんで昔クリアできたな。やっぱね、もう全然覚えてないですもん、こんな面昔やクリアしたなんてね。こんな面あったんや。あ、これはこれやな。これ乗った方がいいな。これはこれがいいね。おっとっと。これ、乗るやつも気をつけなあかんねんな。あかん。今のはあかん。あ。上、斜め上に飛ぶやつ乗ったらいいのか。これか、これに乗ったらいいの。よし。あ、これあかんな。これがいい、これがいい。あ、これもあかんな。これ、これがいい。来るやつの上やな、今度はな。これやな。よし、これクリアやな。これ乗っていく。うお、すげえ。気持ちがいい。これもなんか気が抜いたら死にそうな感じがあるな、気をつけんと。ああ、やっぱりな。乗り移らなあかんねや。そういうことや。気を抜いたら死にそうな感じになるなと思った瞬間に死んでたら今。あれ、また戻ってるような気がするけど、これ。あ、いいのか、いいのか。まあ、面白い面やけどね。進んでんのかい、ちゃんと。あ、そんなんあるんや。まあ一応これね、その場から始まるからね、コンテンツはね。ここはありがたいところですよね。
ステージの最初からじゃないからね。うん、そうか、さっきの最後のとこあれはしゃがんとかなあかんのよ。なんかこれあれですよね、アニメでこんなんありましたよね。宇宙船サジタリウスっていうアニメがあったんですけど、あれの世界観にちょっと近い気がしませんか。うん、これしゃがんどかなあかんねんな、多分な。あ、そうやね。あ、そんなんありかい。うわ、これね、めっちゃ戻されるな。宇宙船サジタリウスっていうね、漫画があったんですけど、アニメがね、それのようななんか世界観というかね、キャラクターの感じもなんか、ね、似てるような気がするんですけどね。うん、それを彷彿とさせるね、なんかそういう感じですね。うん、世界観ね。しゃがむなあかんやつか。違うな、まだやな。これか。これやね。ここやね。ここしゃがむなあかんやつやね。うお、怖っ。ギリギリちゃうの、今の。うお、怖っ。うお、そんなんきついわ。うわ、これきついな。ずっとこれやらされんの。これちょっとこの前やめといた方が良かったな。ちょっときついぞこれ。これ見てる方も同じとこ何回もね、やってるとこもね、見てもしょうがないからね。これ長すぎるよこの面。初見殺しもええとこやわ。あ、間違えた。早かった。ちょっとこれゲームオーバーなっといて、これエンドにしたらあかんもんな。ステージセレクトやな。うん。これにしとこう。じゃあ、レッド難しかったと思うから、これいこうか。ブルー。ああ、これもなんか難かったような印象あるな。これ壊すんかな、これ。あれ？あれ？ちょっと待って。あれ、どうすんの？どうすんのこれ。どうすんの、いけないかな。あら、死んでもうた。これどうすんのやろな。壊せないしな。どうすんのこれ。え？入れないよ。何したらいいか分からん、これ。え？どういうことや、これ。これ、まだいけないってことかな。なんか、アイテムがないとあかんとか。じゃあ、結局、あれやな。もうレッドかイエローしかいけないんや。そう、この面ね。あ、死んでもった。そう、この面難しかったとイメージあるんですよ。あら。ちょっと。これ、こういうことやな。これ落ちたら一発で死ぬってことやね、これ。この炎のところは。あ！もう一回やってみよう。これはもう分かったから、もうパターンね。
コラボな、やっぱり。音楽好きですね、この面のね。ああ、しまった。なんかね、なんていうのかな、こう、弾に当たってしまうと、なんか落ちるような流れになっちゃうんですよね、このゲーム。ほらね、ほら、なんかね、ジャンプ効かなくなるんですよ。やっぱ難しかったな、この面は。よう、こんなんクリアできたな、これ、昔。まあ、相当粘った記憶あるんでね。めっちゃくちゃやりまく、もうコンテにしまくった。で、やっとクリアしたぐらいの感じだったから。もう今はそこまでね、根気ないですよ。だからクリアする気はな、する気は ないですけどね。そこまで根気よくね、クリアしようとは思わない。今はね。昔は若かったからね、そこまでね、根気ありましたけどね。今はそこまでやろうと思わないですよ。もう気がそのとこまでね、行ったらもうやめようと思ってますんで。あれ。これあれやったな。これちょっとした頭を使うステージやったよ、これな。こうやってね、行くんですよね、確か。こうやって行くんですよね。これは確かね、こうやって、こうやって行くんですよね、これね。ここね。なんか覚えてんですよね、ここね。ここだけなんか知らんけど。ここは、こうやな。ああ、これ、急いで下降りなあかんやつじゃなかったっけ？ロックマンのクイックマンステージみたいな感じ。そうそう、これね、覚えて降りていかなきゃいけないんですよ、これね。クイックマンステージと同じでしょ、ロックマンのね。これ、こう降りて、こうやな。あーあかん。あれでも遅いのか。っていうことは、こっからこう降りて、こうか。こういうことか。ああかん。めっちゃ難しいやんか、俺。あかん。あかん、やばい、あかん、これむずいわ。これ追いついたらあかんってことやね、言うたら炎に。あかん、ダメやダメや。これはちょっとな、疲れるタイプのあれやね、メインやね。さっきのあれも疲れるしさ、ブルーもブルーグルプラネットもね、疲れる面やしね。あかん、やばい、無理やわ。どっちにしても疲れるな、これ。もう今ね、こんなね、こういうアクションはちょっとさすがにね、疲れるんでね、嫌なんですよ。目がおかしくなりそうですわ。間に合うわけないよ、こんなもん。ほら、無理やで、おい。クイックマンステージより難しいですよ、ロックマン2のね。おー、いけた。ラス位置でいけた。取った方がいいよ。うわ、これ完全にあれやんか、サラマンダのあれやんか。
うわ、こいつ邪魔やな。まあでもここまでいけたらまあね。あ、敵がいるな。あー、しまった。ダメージ受けたらね、ジャンプできないんですよね、これ。あー、しまった。最初に選べるステージの難易度じゃないですよ、こんなの。ほんとに。これね、最初の4つのプラネットをね、クリアした後のステージもっと難しいですからね。これ、真ん中やったら当たっても大丈夫ってことやな。ほら、あ、これだ、一発で死ぬんじゃないね、あれ。ダメージ性なんやね。進んだ。これヒットポイントないやん。あ、こっちか。こっち行くんやな。あ、まだある。何これ、乗っていくのか。これ乗っていかなあかん。なんかこれもなんか、こういうのもなんかロックマンであったな、このアクション。こういうリフトみたいなアクションね。音楽は神曲ですな。あーか、くそ。この時乗らなあかんねんけどな。これ乗れなかったらな。あ、いけたいけた。ああ、しまった。ヒットポイントなかったんや。でも、またこっからか。てか、この面長いな。あかん、くそ。妙に長いぞ、この面。あかん、なんかここだけ登れないぞ、なかなか。うまく登れない。あー、しまった。結局めっちゃやってるやんか、俺。なんかからくりの面が多いな、このゲームな。ライフ、ライフ、ライフ回復やね、あれ。こういうのね、ロックマン3であったんですよね、これ。ワイリーステージでこっちの方が難しいですけどね。よし、いった。うわ、まだある。これ乗らないかんね、ここにね。ああ、そういうことか。貯めなあかんねや。こういうことか。
おお、めっちゃジャンプ力高くなってるやん。なるほど。これ、こっちのもあったな、今。あかん。ギリギリなんかあれ。まあ、無理して取らん方がいいな。あー、しまった。あー、危ね。今やられたかと思った。あー、しまった。危ね。あー、踏まれるのかいな。もう帰ってきようのか、これ。あー、乗れ。あれなんや。あれやな、ボーリングのボールみたいやな。おお、長いなこの面。なんかトラップステージばっかりやんか、さっきから疲れるんやけど。あかん、ちょっと遅かった今。いやもうこの年になるとね、こういう面は疲れるんですよ。こういうなんていうかトラップというかね、ちょっとこう神経使うような面ね。もうこの年になったらこういう面はできないですよ。若い時はいいけどね。あ、いっちゃったやった今。ああ、今ゴールやったのにな。ここは容量わかるからまだいいけどさ。めっちゃ長いなこの目。おっと、腰のもんな。間違ったやつ乗ったら死ぬってことやね。あかん。そう、無駄に取らんほうがよかった。こうやってね、何回も死んで死んでね、キャットクリアできるゲームなんですよ。これ死にゲーですからね。完全な死にゲーですよ。覚えゲーですからね。あ、しまった。もう覚えゲーですよ、もう。覚えゲーっていうのはね、しんどいんですよ。疲れるんですよ。あ、もういいわ。疲れる。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いします。